こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、生後9ヶ月のママからの質問なんですけども、産後耳がなんか聞こえにくい、この症状って産後にはよくあることなんですか、というね質問をいただきました。はい、実は妊娠出産とこの耳のいろんな不快症状すごく関係してるんですね。みんな関係ない話じゃないんですよ。なのでこの妊娠出産産後と耳との関係についてお話ししたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。この質問のママさんは、生後9ヶ月の赤ちゃんを育てていらっしゃって、耳がなんとなく聞こえにくいっていう、それだけの情報しかちょっと私のところに入ってきてないので、それでこれだっていうのははっきり言ってはあげられないんだけど、ただなんかこう片耳が聞こえにくいけど特にその支障なく日常生活が遅れてるっていうことだったら、まあこれは時間とともに良くなるのかなという気もせんでもないけども、ただねこの産後の耳の不快症状、聞こえにくいっていう難聴ですよね。これってね、本当はねもう聞こえにくいって思ってから48時間ぐらいがもう勝負だっていうふうに言われてるんですね。だからもう9ヶ月も経ってしまってるから、いつぐらいから聞こえにくくなったんかなっていうところではあるんやけども、それが日常生活に支障をきたしなければまあねもういいかもしれんけど、でももしこれから出産される方々で耳がなんか産後に聞こえにくいっていうことがあったら、あれって思ったらなるべく早く耳鼻科に行ってほしいんです。これ長期放置しとくと、この耳のね聞こえにくさっていうのがもう元に戻らないっていうことが多々ありますので、もう早期治療、これがものすごく重要になるっていうことをまずね覚えておいてほしいなと思います。で、妊娠中から産後に耳が聞こえなくなる理由の1つ目、これ私も経験したんですけども、耳管開放症っていうのがあるんですね。耳が外耳がずっとあって、で鼓膜があって、その奥にいろいろこうねややこしい機能があるわけですけども、その鼓膜の奥の部分ですよね、耳と喉とか鼻を、通じ合わせるっていう、この耳管っていう、耳の管って書きますけど、耳管っていうのがこの奥の方にあるんですよね。で例えばあくびをした時って、この耳管がパカって開放開くんですよね。でこれでそのこの辺の圧をね調整してるんですね。あとはふんって鼻を噛んだ時にも耳管っていうのが開きます。で調整をかけてるんですよね。だけどこの妊娠中から産後にかけて、耳管のこの閉じたり開いたりっていう調整が女性ホルモンの影響でうまく働かなくなることがあるんですね。なんか聞こえにくいなとか、なんか自分の声がものすごく大きく聞こえるなっていう症状で現れてくるんですけど、私ね12人目を妊娠中に、ねねちゃんを妊娠中に、まあ、こうやって YouTube 撮ってたんですけど、まあこう結構なテンションで、まあ、10分15分うわーっと話すじゃないですか。そうするともうこの声を出すっていうことで、きっと耳とか鼻とかこの喉とかこの辺りですよね、この耳鼻科に関係するような部分をものすごく酷使するんですよね。そうするとこの妊娠中のホルモンのその変化で、私のこの耳管の調整がうまく効かなくなって、で YouTube 撮ってて大体ね10分を過ぎてくるくらいから撮影してたら、いつもね右耳ばっかりやったんですけど聞こえなくなってくるんですよ、右耳が。で左耳は今聞こえてるから、それでいつもな普通にこう YouTube 撮ってるんですけど、実は右耳はだんだん聞こえなくなっていて、もうなんか詰まったような感じ、ずっと YouTube も撮り終わって撮影終わったら右耳が聞こえへんってよく言ってたのを覚えています。もうちょっと長編とか撮ったらもう見事に聞こえなくなるんですよね。その喋るっていうことを一旦やめて、しばらく静かにしてたらまた聞こえ始めるんですよ。元に戻り出す圧が戻るんでしょうね。だから元に戻る感じやったら、これは心配いらないので、妊娠中特有のものやから様子を見てちょっとゆったりと過ごすっていうことをやってもらえばそれで大丈夫なんですよ。ただ問題になるのは、少し休みました、安静にしました、声を出さないようにしました、にもかかわらずこの聞こえにくいのがどん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 聞こえにくくなるっていうね、良くならない
っていうのが丸1日以上続く場合は、この時間解放症っていう単なるホルモンの変化では片付けられない耳鼻科的な問題がある難聴、良くない難聴の場合があるので、この場合はもうほんまに早く病院に行ってほしいんですね。私はいつも聞こえへんようになんねんけど、ちょっとしばらくこう言ったりしてたら、あ、また聞こえ出したわ、あ、元に戻った、ってことはこれはあかんやつではないなと思って、結局病院には行かずに済んで、今もなんともないんですけどね。まあ妊娠中から産後っていうの、この時間解放症、普段は閉じてるものがうまくこう開きっぱになっちゃって、うまく閉じれなくなるっていうのね、そういうようなことがよく起きるんだよっていうことをまず一つ知っておいてほしい。でさあ、こっからです。マシュマロで肌と心に優しさを。問題になるパターンね、これ聞いたことあるでしょうかね。突発性難聴って聞いたことあります。で、女性にすごくなりやすくて、更年期の40代50代の女性もすごく多いんですけどね、更年期障害でそのホルモンバランスが崩れた時にも起きやすいって言われてるんですけど、男性に比べたら圧倒的に女性がやっぱり多いんですね、ホルモンが変化するからね。で、突発性難聴っていうのはこれ産後にものすごく多いんです。で、私昔近所のママ友がね、あるその方もすごくて、年子でブワーって産み張って5人ぐらい子供さん産み張ったんですよ、近所の人やってんけどね。である日5人目の生まれた、もう赤ちゃんまだ生まれて間もない頃やったと思うんですけどね、本当に近所やったんですけど、夜中に救急車が来たんですよ。で、何って思ったら、そのママさんが運ばれていきはってね、で後で聞いたら、この突発性難聴やったっていうのを聞いたんですけども、この産後ってやっぱりストレスかかりますよね。ストレスかかってないつもりでいてもストレスかかってます、絶対に。で、肉体疲労、もう授乳、もう寝不足ね、もうしんどいことがいっぱいある。この産後のいろんなこういうしんどい状態っていうのが、もうこの突発性難聴を引き起こす大きな大きな危険因子だって言われてるんですね。だから私なんか、まあ、5人目6人目とかでもうなんか産後何回もやってるから、まあいけるいける、余裕知ってるしみたいに思ってたけど、でもその5人目のママさんがね、突発性難聴で運ばれたように、私たち女性であればどんな人に降りかかってきてもおかしくない、特に産後はっていうことなんですよ。ストレスと肉体疲労と睡眠不足、この3つの危険因子が産後は思いっきり全員あるでしょ、絶対あるから。なので、いつ何時耳がなんか片耳が聞こえにくいっていうね、症状起きてもおかしくないわけですよ。で、この突発性難聴の特徴が両耳ならないんですよ、ほとんどないですね、もうだいたい片耳です、片耳に発症します。で、いきなり聞こえへん、あれ、うん、なんか聞こえへんって突然なるんです、突発性難聴って。だからね、病院行った時にいつぐらいから聞こえなくなりましたかってドクターに聞かれた時に、いつぐらいやったかなってならないんですよ。いついつ何々をしてた時に急に聞こえなくなりましたって明確に説明できるっていうのが突発性難聴の特徴みたいですね。こう急に聞こえなくなった時に聞こえないってなる場合もあるし、私がね、この時間解放の時になんかプールの中でこうなんか詰まったようなそんな感じがしましたけど、同じようにそんな感じで感じることもあるし、あとは急に聞こえなくなるとともに耳鳴り、キーンってね、嫌な耳鳴りがずーっとこう聞こえて、で音が聞こえにくいっていう症状が起きたりとか、あとは急に聞こえなくなるそのタイミングでぐわっとめまいがぐらーんって回って、なんかもう起きれないっていうね、歩けないまっすぐっていうような めまいがうわっと来たりっていうこともあります。でも突発性難聴のめまいっていうのはずっとは続かないんですよ。その急に聞こえなくなるそのタイミングでめまいが伴うことがある。で、その時にめまいするから平衡感覚がおかしくなるので気持ち悪くなって嘔吐する人もいますね。まあ、そういう症状が現れるんですよ。だからきっとあの時救急車で運ばれたママ友さん、詳しくは聞かへんかったけど、突発性難聴でそのまま入院されたんでしょう、1週間ぐらい。だ、通常は副腎皮質ホルモンってステロイド剤と、あとはこの耳のね、時間のそのちゃんと開いたり閉じたりっていうところを調整するような、そういうお薬、血流を良くするようなお薬をいくんですけども、まあ内服で大体いけんねんけど、もうひどくなってその聞こえない率がものすごい、もうほんまにもう全く聞こえてないよねっていうようなレベルで出たりとか、あとまあめったにないけど両耳に来たりとかっていうようなことがあった時は、もう飲み薬ではなくて点滴でそういうステロイドを入れないといけなくなって、もう早急にしっかりと治療しないといけないっていうことになるので、その場合入院になるんですよね。できっと5人目のママさんはほんまにすっごい大変、年子5人で産んでね、ワンオペやったしね。
あ、大変やってんやろうなって、無意識のところでものすごいストレスもかかってたんやろうなってね、今になって思いますね。まあ、そんなことがあるんですよね。で、原因なんですけどね、まあ、危険因子っていうのがこの肉体疲労とストレスと睡眠不足っていう、こう産後にね、よくあるこれが危険因子になるって言いましたけど、根本的な原因はあったら実はこれね、不明なんです。分かってないんですよね。で、説は2つあってね、1つはウイルス感染症の説。うん、で、妊娠中ってどうしても免疫力が落ちるので、その普段やったら感染しひんようなウイルスが中に入り込むことがある、そういう何らかのウイルス感染症が原因ちゃうかって一説には言われてるんですね。で、なんでそう言われるかっていうと、実はね、この突発性難聴ってね、まあ、女性であれば誰でもなることはあるんですけども、一回なったことがある人って再発は絶対にないんですよ。一回なったらもう二度と、人生の中で二度とならへんねん。そう考えると、ウイルス感染症の説っていうのが、ああ、辻褄が合うよねってことになるんですよね。え、だって睡眠不足とかストレスとか肉体疲労の危険因子って言われたら、人生の中で何回もあるし、その産後になって更年期にまた突発性難聴2回目なるんちゃうんって思うねんけど、もう産後に1回になったことある人、更年期に突発性難聴絶対起きないんですよ。ってことは何？免疫がつく？抗体ができる？ウイルス感染症みたいなね、なんかそんな説が一つあります。で、もう一つは、この時間ね、時間の、さっきの妊娠中、私が時間解放になったように、この耳の奥の方の時間のところの循環が悪くなる、ホルモンのバランスが崩れるから、それで水分を溜めすぎてリンパ液がこう溜まりすぎてしまったりとか、あとは、この耳の奥にある脂肪とかね、そういうものがこうぐーっと、それで閉じてるものがそこがこう痩せ細っちゃったりなんかして、それで開きっぱになっちゃったりっていう、この時間のところの血流の滞りみたいなもんね、まあ、これもストレスとかかかってもこう血流って悪くなりますからね、耳の奥のその血流が悪くなるっていうこと、あと産後はむくみが来たりもしますよね、妊娠中もね。そういうこともその水分の調整っていうところもうまく働かなくなるから、この時間の部分の鼓膜の奥ね、そこの、血流のなんか不具合が起きてる、それが原因かなとも言われてますね。このまあ2つが言われてるんですけど、まあ、具体的なこれだっていう原因はまあ分かっていない。でも危険因子がいろいろある、妊娠中から産後はもうほんまに気ぃつけへんかったら、ね、こういうことが起きることがあるよっていうことは知っといてほしいなと思うんですよね。で、難聴っていうのはそもそも2つあってね、1つは、電音性の難聴で、1つは感音性の難聴っていう2つがあるんですね。で、電音性っていうのはこの鼓膜より外なんですよ。これ外耳炎、この外耳のとこですよね、指で届くような部分よね、そこの部分の何かが起きて、それで難聴になるパターンっていうのは、もうこれは耳垢が溜まってるとか、あと外耳炎を起こして炎症を起こしてるとか、鼓膜が何か損傷したとか、そういう場合の難聴っていうのは電音性の難聴って言って、これはもう治療方法がもうちゃんと確立されてるから、そんなに問題ないんですよね。問題になるのはこの突発性難聴とか、まあ、時間解放とかの感音性の難聴って言われるんです。これは、感音性っていうのはこの鼓膜より奥で行われる、この音を拾って、それを信号に変えて脳に伝えるっていう部分、その神経回路の部分の異常ですよね。これが感音性の難聴なんですけど、これは本当に難しい、治療がすごく難しい部分なんですよね、うん、で48時間以内に行ってやって言ったけど、早く治療を開始できるかできひんかで、その治療成果っていうのかな、その予後が変わってくるんですよ。耳が聞こえにくい、されど耳が聞こえにくいってね、やっぱりね、この突発性難聴になった時に、ちゃんと早く早期に治療できたら結構治ることも多いんですけど、放置してたりするともう3分の1の人は聞こえなくなります。はい、で、あと残りの3分の1は聞こえづらさが残っていくことになります。で、残りの3分の1が感知するっていうぐらい結構怖い病気なんでね。で、聞こえないとか自分の声がすごい大きく聞こえるとかって、日常生活を送っていく中でやっぱすごい支障があるというか、苦痛じゃないですか、だから、まあ、たかが片耳やんってなったらそうなんやけど、でもやっぱりなんか調子悪いところを抱えながら生きていくっていうのはすごい生きづらいですからね。なので、耳に何か妊娠中から産後に変調を感じた時は、とにかく早く耳鼻科に行ってもらうっていうことが重要かと思われます。で、もう一つね、
産後に起きやすいのが、あの低温性の難聴って言われるのがあって、あの低温性っていうのはこの、 突発性難聴は高い音も低い音も何もかもが同じように聞こえにくくなったり詰まったり全く聞こえへんようになったりっていうことになるんですけど、低音性の難聴っていうのは高い音は聞こえるんやけど低い音が聞こえないみたいな、そういうのもあの産後はやっぱ起こりやすいんですね。で低音性の難聴の場合はこの耳管のところに本当にリンパ液が溜まってるっていうのが原因だって分かってるので、まだ突発性難聴よりは治療もしやすいんですけどね。ただやっぱ突発性難聴にしても低音性難聴にしても産後に起きてくるこの耳の不調に関しては危険因子、ストレスと、肉体疲労と睡眠不足、この3つが危険因子になるっていうことは全く同じだと言われてるんですね。はい、ということでこの耳の問題っていうのは私たち女性にとって妊娠、出産、産後、更年期っていう女性ホルモンの変化をずっとこう経験していく私たちには無関係な話ではないですからね。あのほんまにたかが耳、されど耳なんですよ、ね、あの難聴がずっと本当やったら治ったはずの難聴が残っていくっていうのは生活していく上ですごくやっぱり不便なのでね。なのであの産後に耳がなんかおかしいなって感じた時にはもうとにかく早く病院に行ってもらうっていうことをあのちょっと知識として持っといてほしいなと思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。沖縄県久米島、太陽光の届かない深海612メートルのピュアな海洋深層水をベースに作られるマシュマロは体が喜ぶミネラルたっぷり。さらに南国沖縄の自然素材を加え、家族の健やかな肌のために無添加仕様で安心安全。商品のご購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。